彼らのことを知っているだろうか。ザ・バンドアパート愛してるー。犬も食わねえよ。バンアパっぽい曲を作った理由が、大ファンすぎて曲を作ったというので本人の家に連行してみた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。芸人さんですか？ファンです。ありがとう。友達になってくれませんか？あ、いや、友達になるのはもう多分自動でなると思うんで。マジですか？はい。まずこの服装は何ぞやっていうことを。はちゃんと伝わってますかね。あ、俺かな。あ、そうです、うん、どうですかね。え、なんかひょうきんな格好してんなと思ブーメラン。いや、ちょっと僕本当にバンアパーがこう、わあ、やばい吐きそう。一つに来て吐くのとかダメなのに、さらに一番好きなバンドの家で吐くとか、ちょっと待ってください。いや、本当にこうなるぐらい僕本当は普段もっとひょうきんなやつなんですよ。絶対にそうでしょうね。はい。ただやばい、泣きそう。すいません。いや、全然泣いてください。すいません。原さんだ、生きて本当にいたんですね。なんか頑張ってらっしゃいますね。ボキャブラリー、僕の中ではミッキーマウスみたいな存在だったんで。ああ、なるほど。架空のというか、架空の、はい、その概念みたいな存在だったわけですか。そうです。みたいな、その騒がしい劇も実在すると思いますけどね。現実感がないというか、本当に普通にしてください。はい、はい、全然そんな力む必要ないと思います。力んでもないです。あ、そうですか。力んでるでしょ、どう考えても。いや、なんかだってロバタこんなところ、こんな格好で歩いてるわけないじゃないですか。この格好に関しては力んでます、確かに。はいはいはい。氷君ですよね。今年一番の。すいません。これなんだこれ。何が入ってるんですか。お腹、いや、これズボンです。さっき、あ、ズボン。はい、あ、これあれなんですよ。はいはい、僕めちゃくちゃ本当こうなるぐらいファンで。あ、ありがとう。ファンって大体こうなると思うんですよ。絶対目の前にしたら。まあそこを抑えるんですけどね。はい。ファンならファンの。いや、でも本当にこうすごい、なんだろう、自分の中で。はい。こう音楽で影響を与えてもらったっていうのももちろんなんですよ。そんな言うまでもないんですけど、考え方だったりとか、うん、雰囲気とかもすごくリスペクトしてて。俺の考え方ってどういう。コソボに行ってしろとか、その阪神さんに言ってたじゃないですか。僕も本当にそう思うし。本当にそう思うって、どう思うんですか。コソボで。
ジロタらしいんだ思って。その本当にそういうふさわしい生き様なんだろうなと思うし、そのなんかなんていうんだろうな、自分の中でくすぶってるものが、うん、あの原さんのその喋ってる動画見てたらすごく紛れた部分とか、はい、こうすごく、マジですか、はい、あの自分の中でも取り入れたいなと思う部分があって、でもそれがなかなかやっぱ自分でできないところもあって、やっぱ周りを気にしちゃう部分だったりとかもあって、うん、なかなかやっぱり激しいことができないんですよ、うん、どんぐらい激しいことしたいんですか。コソボでするぐらいの、あ、そのもう弾けたいわけですね。何も本当にそう、うん、そうなんですよ、うん、なんでちょっと原さんになるべく、はい、僕本当に他のファンにマウント取りたいんですよ、バーバファンに。あ、そう、絶対におめえらができないようなことを原さんとしてやるんだっていう気持ちで来たんですよ、うん、数年後にもこうとかで捕まんないでください。でもそのそういうところには多分踏み入れないような、はい、ちゃんとどのが激しさってことですよね、はい、ある程度両親ちゃんとしっかりしてたんで大丈夫だったんです、はいはい、今おいくつなんですか。今僕32です。あ、32、はい、あ、32でこんなことをしている時点で両親は絶対しっかりしてないんですけど、いやいや別に遊んでるだけじゃないですか、はい、あ、はい、ありがとうございます。なんでこう他のファンができないことをしてやるとってことで、ちょっと共同作業がやっぱり一番いいんじゃないかなと思って、で僕このコスプレでまだ不完全な部分があって、うんうん、どこかわかります。完全な部分ですか、はい、まず完全な部分が一個も見当たらないんですけど。いや、すいません。あの僕の中ではこれはもうほぼほぼ完全に近くて、はい、鏡を見たら勇気が出るんですよ、この格好で。確かにそうだ、はい、こういうよれんとしてる、はい、そうなんですよ、わかりました、分かった。あえて実家のものを持ってきて、うんうん、そうなんですよ。なんでない、この一箇所だけ緩い部分があるってこと。まだ全然そんなりきれてない部分があるというか、うん、どこかは分かりますか。ズボンかな。そうです、そうなんです、うん、これをブラックパンツ履かないからか。いや、そうなんです、あの、うん、原さんといったらやっぱ半ズボン。ああ、半ズボンね。なんで、うん、ちょっと僕も半ズボンになります、うん、今から。いや、いいです。で、あの原さんにそれを手伝ってもらいたいんですよ、うん。いや、今聞こえました。そうすることでならないでください。他のファンとすごいこう羨ましがられたいし、あ、すいません、お名前お名前伺ってなかったし、あ、申し訳ない、はい、自分犬も食わねえようなマンモーニタクマと申します。マンモーニタクマ、はい、マンモーニタクマです。あ、ちょっとやっと少しだけ普通の声で話すことができるようになってきました、はい、タクマでいいですか。あ、タクマで、あ、だってすげえすげえな、タクマって呼んだ今。はい、俺ですね。俺です。俺のです。俺です。すげえ。ああ、いや、そうなんです。タクマは、タクマめはその半ズボンになろうと思うんです。うん、その何回言わせるの。ならないでください。それでやっぱりあのなんだろう、こう一気に仲良くなる。なんで止まんないんだよ。話がなんで。本当に一気にこのすごい、はい。親友レベルにまでなるためには、はい、やっぱりこう共同作業をする必要があったんですよ。夫婦とか、はい、あの、やっぱ共同作業っていうじゃないですか、うん、なんでしかもそれが原さんになるためにこうなんか未然に起きるというか、はい、あのこれ僕の兄がくれた大事なあのエイプリルっていう、うん、あの結構そこそこ高いブランドのパンツなんですよ、うん、これを今から半ズボンにする、うん、いやだから何回言ったら分かるんですか。半ズボンにしないでください、そんな高いで。いや僕はもうこれ決めててするんですけど、そのいやいやいや、それでなんとかその原さんに原さんに手伝ってほしいなと思って、はい、そのこのこの、うん、これあのハサミですよね。ハサミなんですけど、一番切れ味のいいハサミを持ってきたんで、はいはい、ちょっと今から単発ならぬ、うん、何なんだこれは。まあこれはもうじゃあ決まってるんです、ね。決まってます。はい。もうこれをすることで、はい、あの自分の覚悟をちゃんと決めるというか、はい、腹を決めるというか、うん、そうなんですよ。なんでちょっと手伝ってほしいな。なんでそこを切るってことですよね。はい。原さんの、うん、しかもこれがすごいこだわりあって、原さんが思う原さんらしいところで。あ、切るってことですね。切りたいんです、はい、
お願いしたいんですけど。でも一つ提案していいですか。はい、まずそれ布切りバサミじゃないから、はい、かなりここで苦しいと思うんですよ。ここの、あ、この太いところですか。ここなかなか厳しいと思うんですよね。あ、言えます。行くの僕なんですよね。はい、大丈夫です。あの、僕も全然手伝うんで、あの、はい、このなんとか。じゃあもう一個提案聞いてもらっていいですか。はい、わかりました。あの、僕がライブで履いてるパンツめちゃめちゃ上にあるんで、一個あげるんで、それでいいじゃないですか。そしてマンモーには腹の短パン、夏冬用を衣装としてもらうことができた。スペシャルサンクス、犬も食わねえ。次回、マンモーに再び。だってユニクロで安売りしてんの、タダ買いしただけだもん。で、一回履いたやつですか。一回っていうか、猛烈に履いたやつ。なんでその昇降するみたいなポーズとか。本当にいいんですか。本当にいいっすよ。なんなら冬バージョンと夏バージョンでズボン上げますよ。マジですか。はい、生きててよかった。いや、いいんですよ、そういう公園にみたいな。公園にみたいなのいらないんですよ。いやいや、癖づくのやめた方がいいっすよ、その。公園にみたいなやつ。嘘だからね、全然。いや、本当本当ですか。マジです。マジなわけないじゃないですか。だって俺今日2万円ぐらいするズボン。スローモードこんな人いないでしょ。2万円ぐらいするズボンを切るつもりで切ってたんですよ。それを免れるだけじゃない。どんだけせこいやつの2万ごときのお前ズボン切って何になんだよ。めちゃくちゃいいズボンなのに、めっちゃ切ってやってる。だから切んないでくださいって言ってるんじゃないですか。それを免れただけじゃなくて、はい、原さんからズボンもらえる。わけわからん。いや、あんたがわけわかんない。ありがとうございます。俺からしたらあんたが一番わかんない。本当に、本当にいいです。いいです、いいです。